ボルフガング・アレクサンダー・アルベルト・エドアルト・マキ・シミリアン、ライヒスグラーフ・ベルヘ・フォントリップスはドイツのレーエーサーである。ケルン出身。ボルフガング・フォントリップスの銅像ラインラントの帝国白家の出身だった。1950年代の初めよりスポーツカーレースで活躍。1956年にフェラーリより F1 デビューするがこの時は決勝スタートできず、 1957年に3位を獲得するも1960年までは大きな活躍はできなかった。1961年にオランダ GP で初優勝し、イギリス GP でも勝利。この年はフェラーリがシーズンを席巻しており、チャンピオン争いは同じチームのフィルヒルに絞られることとなった。第6戦ドイツ GP 終了時点ではフォントリップスが4ポイントリードしていた。 迎えた第7戦イタリア GP で障害発となるポールポジションを獲得したが出遅れ2周目にロータスのジム・クラークと接触事故を起こした。クラークによればクラークがフォントリップス社のスリップストリームから抜けて追い抜こうとした時にフォントリップスがブレーキをかけたといいフォントリップスはクラーク社がすぐ後ろについていることに気づいていなかったのではないかと述べている。 当時シートベルトの着用は義務化されていなかったこともあって事故により、フォントリップスはコースに投げ出され即死し、またこの事故に巻き込まれ、観客14人が死亡する第惨次となった。この瞬間は映像に残されており、F1 死亡事故の初期の映像として知られている。ヒルはこのレースで優勝し、チャンピオンを獲得したが、レース終了後に、 トリップスの死を知って一目もはばからず号泣していたという。ジム・クラーク、天かける、スコットランド人、ジム・クラーク物語100から102ページ。ありがとうございます。